熱い。よろしく。ドロップ。マサト。ゴイ。よろしくです。最近、はい、あの外とかでめっちゃ僕たち YouTube 撮影してるじゃないですか。あ、そうですね。料理でスタジオキッチン行ったりとか、うん、あとは公園、ね、そうパパラッチしたりとか公園でね、うん、で久しぶりに今回初心に帰ってボード系ですね、フリップ系。いやいいね、これよ。やっぱヨガヤと言ったらこれでしょ。今回やるのは絵とか描くんじゃなくて、皆さんやっぱこう上あの表に立つ人として絶対に必要な学力、うん、はいはい、確かにね。クックとかできてなかったらやばいからね、みんな。そうそうそう、カンパ25。やばいな。こんな感じなんでね、ちょっと皆さんには今回は算数ではなくてね、国語の方はい、僕が今からある例文を言います。そのことわざにモチーフにした例文を言います、はい、例えば猿も木から落ちるっていうことわざあるじゃないですか、はいはい、あれって、まあ、猿もあの木登りうまいけど落ちる時もあるよみたいな感じの意味じゃないですか、はいはい、だからそんな感じで俺がそれをことわざを文にした時に、じゃあ例えばアツもダンスするけどダンスしてるけどたまにミスるよねみたいな、ミスっちゃう時あるよね、それはもう猿も木から落ちるみたいな感じじゃないですか、うん、そういうことわざを当てるって感じ、当てるとかも作るって感じですね。自分で作っちゃっていいの、ね、その意味、ね、で分かったら当てちゃっていいよガチで、うん。なるほど。このゲームの題名は何？題して。題して、うん、意味だけでことわざ想像。いや、それじゃあ皆さんやっていきましょう。ヨガヨくん。第1問。はいね。まさと坊主にしたん？はい。終わった。どういうこと？何が？いやマジありえないやんこんなこと。うん、ありえないな。まあ、マスターが坊主するなんてありえないやん。到底こんなことありえないことの例え。できた。じゃあ、僕はいいっすか。お前、お前さ、早いな。早っ。俺、頭いいもん。マジ、うん、人は見かけによらず。ただの言葉。え、これって言葉。文じゃなくていい。そう、文じゃなくていい。4文字とかかれる。4文字とかかれる。あ、そうそう。はい、はい、はい。はい、いいですか。一発逆転。うわー、違う。え、一緒やん。これはいい考えやと思う。ちょっと違う。ちょっと違う。ことわざ。え、俺も作っちゃった、自分でも。数結無。あ、作ったねー。作ったねー。しかも、ちょっと怒っちゃった、怒っちゃった。普通に普通にして。漢字がまず違くない？普通に。おー、ようちゃん。真ん中が足りん、4本。え、これ当てるのいいの？あ、いいよ。ちょっと、聞こえよ。え？ブーって開けちゃうの？その。〇〇が、〇〇から出る。はい。〇〇から出る。手から口が出る。あー、でも、あれだよね。喉から手が出るっていう感じだよね。合ってる合ってる。そうそうそう。りょうすけ欲しい。いいよ。スイカがお尻から出る。赤ちゃんの時の例えかな。鼻だな、どちらかというと。しかもそれ、そう、え、こういうのがあるの。そう、あ、出る。意味わかんないの。スラスラかけてるね、すごい。なんでお前遊びに行くの。余裕だよ、こんなんね。あいつが頭皮を消す。出るよ、お前消すなよ。だから自然系、自然系、自然系、自然じゃマジでありえないこと。山からジンベエさんが出るから。あー、でもそう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 、あー、そういう感じか。そうそう、もっと発想言ってない。え、バカになったわけ。天体、天体、宇宙、宇宙。あ、俺もそっちやった、今考えて。えー、マジ、あ、そっち。いや、そう、なんか、ね、いや、俺、太陽考えてた。はい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 、太陽が西から出る。ほぼ正解。マジ、え、マジ、朝日が西から出る。え、え、うわ、すごい。あれ、すごい。すごい。東から出ること。東から出る。東から出る。ヨガヤ君。次。はい。涼介、俺は一回よく考えてからまた言おう。なんでお前そのスラスラ。早っ。ノーヒント。早いんだけど。はい。一旦放置。一応数字これ文章。これ文章。あ、さっきみたいな感じ。いや、どんどん行こう。朝日は西から出る。自分で考え直してから言おうってこと。時を見ろ。時を見ろ。時を見ろ。ガチで合ってるから。まあまあまあ、全然遠いな。もっと長い。最後は言います。明日よって。今すぐ言ったら、良くないことも言っちゃうかもしれないから一回日を置いてからまた後日で、また俺の出現せずに済むよって感情ですぐ言ったらさ。確かに宿題は早めにやろう。ちょっと待って、ごめん。お前、おい、もうバカバレるって本当に。じ
じゃあ、あずくヒントが出てる。頭冷まそう。オッケー、ヒント、おにゃねらほねらことは明日言え。これマジヒントだ。また日を改めてじゃないんだ。これ単純なんだ。はいはいはい、いけそう。マジ、うん、言えば一時的な感情は明日言え。はい、次。あ、俺も感情って書いてるわ。あ、はい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 、最も大切なことは明日言え。あー、違う違う、言いたいことは明日言え。バット正解。あー、はい、ふわ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 、天才じゃない。はい、りょうすけも正解よ。あ、よかった。いやー、30じゃなくて、すごい多すぎた。ヨガヨくん、マジでみんなが知ってるやつ行きます。はい、行きますよ。正解は大丈夫、大丈夫、我慢すれば絶対大丈夫だから。俺聞いたことないかも。いや、あるあるある、絶対にある。さあ、え、一番大丈夫。普通にカジュアルに使う。いや、俺が使う感じ。なんちゃらは一見にしかずみたいな。あ、そうそう、なんとかなんとかじゃ大丈夫だってみたいな感じ。あ、あー、え、なんとかなる。なんとかなる。入ってねえよ、お前。このことわざには年月が入ってます。え、1、2月とか。あ、それ月だね。1年1本みたいな。そう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 。石の上に3年。あ、確かに。おっ、え、石の上に4年、4年、2年、2年、2年、1年、1年、1年、石の上にも3年、あ、正解。あ、2も、あ、そっか、石の上にも3年。あ、石の上にも3年。ヨガヨくん、過去一、これ俺も知らなかった。お、知らなかった。俺マジこれ初めて聞いた。無理よ、聞いてた、過去一。あとちょっとで、ね、絶対に成功するから大丈夫。あとちょっとや、もう10年20年もやってきたやん。あとちょっとだから、もう100年やってきたのに、あとちょっとで成功するのに、もう諦めんなか。大丈夫、頑張れ頑張れ、気引き締めて頑張りな。今めっちゃヒント出た。はいはいはい。ああ、ガチ当てコースいっていい？はいよ。一瞬の我慢は油断の禁物。うわ、そういう系違うな。でもね、そう、そういう系。いいねいいねいいね。じゃあ次の気分ね。その意味、文じゃなくてちゃんとした意味。何事もあと少しという時に気を引き締めないと失敗しちゃう。でもこれに取られない。ことわざってそうや。これとは意味は全く違うから。気合で乗り越えろ、もう少しだ。ありがとう、そういうの。ありがとう。え、ありがとう、ありがとう。でもいいよいいよ、そういうの正直だよ。昔一里は、一里っていうのはさ、昔 4km で一尺しか2尺ってあるじゃん。そういう単語も使う。100里まで行ったらゴールなんですよ。でも、うわーって90里までしか無理だわ。あと1里無理だ、あと10里無理だ。いやいやいや、気引き締めれば大丈夫、絶対ゴールできるから。え、マジ意味わからんこと言っていい？めっちゃやだわ。いやー、今枯れた花も100年経ったら実る。あー、そうそうそう、惜しい惜しい。その100を、さっき言ったやつで俺が、え、99里と100里の差は1里じゃない。惜しい、1里ですよ。惜しい惜しい惜しい、1里で1里で100里を行く者は何々を制する。はいはい、アツ。100里行く者は120里でも行ける。はい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 。うーん、100里を行く者は数字を漢字のどうする。100里の距離を歩き通そうと思ったんだけど、90里まで来たところで、うわ、あと半分かっていう考える必要はないんだよ。何事も終始諦めないから絶対ゴールできます。100里行く者は101里を100と越す。いや、マジ凌介が今一番惜しいぜ。俺もその数字じゃないけど、だって100里行くってことはさ、そのちっちゃい数字でも大きくなんか、そう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 、わかるよ意味は。じゃあ第二のヒントね。100里行くものは何々を半ばとす。半ばっていうのは半分。100里行くものは80里を半ばとす。惜しい、圧が一番近い。はい、100里行くものは90里を半ばとす。正解だ。惜しい、前に90回する。おい、うわぁ、必死だ、90。うわ、はい、100里行くものは10を半ばとす。ヨガヨくん、まだ少し皆さん学習能力上がったんじゃないでしょうか。
いやー、まあ、そうっすね。いっぱい知ってたらかっこいいね。そう、かっこいいよな、人と話すときに。ちなみに、はい、ヨガヨナラっていう僕のグループ名もあれ熟語ですからね。ヨガヨナラ ね、 ですね。ちなみにラストはじゃあヨガヨナラという意味ちょっと分かりますか。それで落ちますか。ヨガヨナラという意味、改めて僕たちのグループ名、ヨ、ヨ、ヨも、ヨガを漏らせない。はい、ということで皆さん以上ありがとうございました。ヨガヤ君でした。ヨガヤ君でした。